吉田さん、信じる者は救われるって言葉がありますけども実際は信じた結果足元を救われるっていう風なねまあそんな皮肉な表現をする人多いと思いますけども私はね、やっぱりこうもう一度ね信じる者は救われるっていうことに立ち返ってみようかと思うんですよそれは唯一自分が何もやらなければ何ももたらされないっていことを信じる人っていうのはやっぱ救われていくんじゃないかなと思うんですよ何もしなければ何も起きないこれを信じている限り何かをやんないとなっていう風にまあ。 動機づけされるんじゃないかなと思いますからね私はね、だからぼーっとしてるとぼーっとすぎるなと思うんですよで、あえてぼーっとする時間を持つこともあるんですけどもそれについて焦りはないんですけどもねだけども、やっぱ何かをやればやっぱ何かができると思うんですよ、うん、まあ素朴にその精神で今日もやっていこうかなと思いますよねいらしい